こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。今日もお伝えしたいことがあって、動画を撮っています。で、今日お伝えしたいことというのは、このコロナウイルス化ですね、この状況の中での、いい過ごし方、いい状態での過ごし方っていうことについてお話をしたいと思います。今日見ての通り、僕ニットキャップにメガネっていうですね、こういうラフなスタイルなのも、結局、ほとんど一日家から外出てないので髪とかセットしてないし、そのね、コンタクトとかもつけてないんで、ちょっとこうニットキャップで隠しているっていうような感じなんですけれど、やっぱりですね、こういう今状況、外出とかもなかなかできないとかになるとすごくストレス溜まりますし、あとどうしてもニュースとか見れば、もうテレビだろうがネットだろうがですね、ネガティブなニュース多いですよね。これコロナが感染拡大するっていう不安のもあるけど、どっちかといえばそれ以上にこの経済とかの先行き不安とかで、やっぱいろいろどんどん倒産とかになってたりとか、飲食店とかですね、そういういろんな店舗、旅館業とかそういうところもかなり厳しいよとかっていう話だったり、内定取り消しだったりとか、いろんなそういう、世の中がどっちかっていうと悪い方向に行くニュースばっかりっていうのが圧倒的に流れている。で、それに感情的に引っ張られてしまうっていうことが、やっぱりあると思います。で、あとは、いろんなこういう状況にあって、どっちかっていうとですね、結構意識が高い方とか、誰かの力になりたいって気持ちが強い方って、何かしたいってすごいあるんですけれど、それができないっていうことで焦燥感溜まってる方とかですね、苛立ちになっちゃってる方ですね、とかっても結構いたりするなっていうの感じで、それで余計に誰かを攻撃する方向とかに行っちゃうみたいなですね、正義の方向がちょっと変な方向にずれちゃってるような、でも結構Facebook とか僕見てると感じるんで、ちょっと最近僕 SNS とかあんまり見ないように正直してます。で、僕がとてもいいなって思ったのは、ニュージーランドですね。ニュージーランドのこの警察が、外出しないでっていうことをですね、呼びかけるっていうですね、ちなみにツイートしたのがとても素敵だったな、って思ったんですけど、この家でテレビを見て、だらだら横になっているだけで世界を救える。だから何もしなくていいよっていうですね。これすごいいいなって思ったんですよね。結局みんな、日本ももちろんそうですけど、海外も外出とかってしちゃいけないとかって、だったら自粛っていう感じになってて、で、何かするとかじゃなくて、もう、テレビ見てだらだらしてる。だからそれだけで、要は、感染、ウイルスの感染をですね、広げないですね。で、そしたら収束の方に進んでいくんだから、もうそれだけであなたはもう世界を救えることに貢献してるんだと。特別何かしなくていいよっていう。すごいいいなって思ったんですよね。下手するとすごく同調圧力、日本すごく強いなって思うので、外出しないとかすごい、もちろん大切ですけど、すごく、窮屈さも同時に感じるというか、当然こういう時に人が密集するとこ行くとか、パチンコ店の話とかニュースあるけど、そういうのって良くないですけど、ただ変な方向に同調圧力とかって働くの、僕はやっぱり重苦しくエネルギー的にも感じるので、ちょっと違うんじゃないかなって。でもニュージーランドのこういうのってとても素敵だなって思ったんですよね。何もしなくていいって本当も思うんですよ、ある意味。ただ自分がいい状態で過ごせばいいと、いい気持ちで過ごすっていうこと、とても大事だと思ってて、そのためにおすすめすることをお話しするんですけど、2つあります。1つは、1日1善ですね。これすごく当たり前というか、みんな知ってることなんですけど、1日1つなんかいいことしようっていうのが1日1善ですよね。でですね、ただ外出できないし、いいことできないよって思ったりね、するんですよ。他のね、人とかに会えないしとかで。ただそんなですね、いかにもこの善意の押し売りみたいな、そんなことする必要ないんですよ。ただ単にスーパー行ったら、店員さんとかに、こういう状況でもですね、お仕事してくれてありがとうみたいな感じ、直接声に出しても、出さなくても心の中で言うのでもいいんですよ。あとはね、いろいろ今懸命に、
今お仕事されてる医療従事者の方に、まあ、心の中で感謝するっていうのでもいいし、そういうようなこと、あと、ね、大事なのことっていうのは、まあ、自分自身大切にするっていうことも、これ一日一善の一つだと思うので、なんかそういうふうに自分を大切にね、今日よく過ごそうとかっていうこと。あとは、僕がこの間紹介したのは、波動を上げる愛と感謝のワークなんかやってもらうと、すごくいいんじゃないかなって、自分もその大切な人たちっていうのに対しても感謝を伝えられるんで、これも一日一善になると思います。で、あともう一つですね、いいな、これいいんじゃないかなって思って、お客様とかにも伝えてるんですけど、一日一楽ってやつですね。一日、なんか一つ楽しいことをしようとか、楽しいことを見つけようっていう感じですね。で、やっぱり今すごくネガティブなものとかの情報とかが多いので、逆に意識的にいい子、楽しいこととか楽しいものを見つけていこうっていうことですね。簡単になんか普通にしたらネガティブな方に流されるんですよ。だから逆を行こう。もう何でもいいんですよ。本当自分が、これ他人がどうこうじゃなくて自分が楽しめればいいので、まあ単純にもうですね、まあ YouTube とかでお笑いの番組見てもいいし、なんかこう家の中でこうダンスをですね、音楽かけて踊ってもいいし、あとはなんかね、なんかこう普段だとなかなか作らない料理とか手を込んだものを作ってもいいしとか、で、僕ちょっと今日思いついたんですけど、ちょっと実はうちにイタリア製のパスタマシンあるんで、ちょっと掃除してて、あって久しぶりに気づいて ちょっとこれ近々生パスタ打とうかなとかだったりとか なんか、YouTube でこの本田翼ちゃんのチャンネルとかですね、川口春奈ちゃんのチャンネルとか見たらもう、なんか半日ぐらい僕はハッピーになるんですけど、そんなもんでいいんですよね。まあ別に、だから要は自分が楽しいとか、ああ、ワクワクするなとかだったり、何でも、ものはよくって、自分をいい状態に保つっていうことが大事かなって思います。で、あなたがこう、まあ、自分がいい状態に保てば、自分の周りの人たちに対しても、その、なんていうか、波動とかで伝わるので、感情とかって、周りの人たちもそれで安心したりとか、やっぱいい状態に変わってくるんですよね。だから、なんかすごく神妙な顔して眉間にしわばっかり寄せてるんじゃなくて、まあ、自分がいい状態とかっていうのをキープしようと。だから積極的に楽しいことを、とか、したりとか楽しいことを見つけるっていうこと。なんかそういうことが大事なんじゃないかなって思います。で、なんかみんながそういうふうに実はなっていけば、まあ、相対としての集合意識っていうのも変わるし、実際そういう気持ちであなたがお仕事だったりとか、家族と関わったりとかすることで、そういう近くの人にも発生するっていう。そういうのがやっぱりですね、進んでいくと、まあ一人一人の心の平和とか穏やかさっていうのが、本当の意味で全体のですね、平和とかを作っていくので、なんかできることって言ったら、やっぱり自分をいい状態、いい気持ちとかですね、心地いい状態っていうのを、あえてこういう状況で作っていくっていうのが大切なんじゃないかなと思っています。なので、ぜひ、ぜひですね、まあ、実践してもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ今日はこんな形でですね、お話終了したいと思います。ぜひですね、まあ、チャンネル登録とかもしてもらえたら嬉しいですし、あともっとですね、いろいろもう、スピリチュアル療法とかっていうのに関して、まあ、詳しいこととかですね、本質的なライトワーカーの話とか、ツインデーの話とかって、メルマガでですね、お伝えしてますんで、ぜひメルマガ登録なんかもしてもらえたら嬉しいです。じゃあ今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。